皆様こんばんは。ミュージックフレンズの時間がやってまいりました。1ヶ月のご無沙汰でございます。本当に一日一日早いです。11月1日、もうもみじやカエデも色づき始めまして、いよいよ秋の訪れ本番だなと思います。1ヶ月が本当に早く進んでいくような感じではしております。この番組はスタジオ21から生放送でお送りいたしております。仏学校からは関西ネットテレビで、そして1週間後からは YouTube の方でご覧いただけます。 M フレンズで検索してくださいますと、いつでも過去の分もご覧いただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は歌手の方は少し人数が少ないんですけれども、7名たっぷり歌いを聴いていただいて、楽しいひとときを過ごしていただければと思います。今日も司会進行は日本クラウンの北陽子が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではトップバッターはレギュラー歌手の新庄哲也さんです。新庄さん、はい、こんばんは。こんばんは。1ヶ月のご無沙汰でございました。んん、ね、もう暑い暑い言ってたら、もう寒い寒いなって昨日は ね、木枯らし1号が昨日吹きましたね。はい、布団は思わず大きな布団出してくるまって、なんか寒かったり暑かったりで、なんか体調が ねおかしいですね。もう体がついていけないような、いけるような。北さんついてるでしょ。ついてます。私はついていけます、ね、ついてますよ。新庄さんももう生き生きしてありますよ。いやいや、生き生きしてないんですよ。本当もうただから元気、から元気、から元気、はい、いや、あんなことない。もう今日も楽しいね、はい、いい歌をいっぱい聴かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、心一つ、はい、よろしくお願いいたします。ではまずは心一つのから聞いてください。よろしくお願いいたします。飛ぼうと思っても過去が邪魔することもある。背中は背伸びんひん、そんなもんだと隙間に埋めてゆく。嘘と本当の真ん中で夢とギリギリ生きてゆく。生きていやこそ巡り合う人の中へと安らぎくれるやつ。
りが日記じゃない、明日が支える道もある、夢に流されつまずけば時はそこまで心を熱くする。ありがとうございました。オリジナル心一つの聴いていただきました。今日はいつもどういう顔を聞いていただいてるんですけども、今日は初めて違う感じの曲を選ばせていただきました。秋元順子さんのティアも聞いてください。激しい夏の嵐のように余計なものなど吹き飛ばされて、最後に残ったの真実だけが、ティアモ、一秒でも長く、ティアモ、ティアモ、ティアモ、愛し合いたいの、見つめ合い感じ合い、抱きしめ合って、愛の歴史を綴りましょう。風が吹いた汚れた雲が消え去るように痛みも涙も枯れ葉になって心に真っ青な空が広がる、千年先までも、ティアモ、ティアモ、ティアモ、生まれ変わっても魂が溶けるほど温め合って
長く。ピアモピアモピアモ愛し合いたいの。いつで愛感じ合いだ。愛の歴史を綴りましょう。ありがとうございました。わあ、どうも。びっくり。びっくり。はい。演歌じゃないか。いつも王将とかあのいや無法松の衣装とか歌って。もっともっとこっち来る。普段とえらい違う。たまにはねちょっと違った歌を歌わないと。いいですね。あ、そうですか。おかしくなかったですか。はい、私大好きな歌やし。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、とっても良かったです。おかしくなかった。え？おかしくなかった。おかしくなことも。歌詞読めるの大変でした、ね。どうも。あの、はい、ありがとうございました。また後ほどよろしくお願いします。ありがとうございました。新庄哲也さんでした。心一つのとティアモ風が吹いて歌っていただきました。はい、それでは、今から歌わせていただくあの酒の誘惑という曲はですね、お年下の14歳ほど年下のあの翔先生という方に作っていただきました。この歌でテレビデビューが生からテレビの方でさせていただきまして、思えばものすごい翔先生のおかげとこの歌のおかげでだいぶいい目標にできて次の目標に向かっていきたいというステップに自分の中で作ることができました。まだ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。水筒の年でお前と出会い、いつまでも続く甘い日々、つぶやく心の奥でお前を求め、どこまでも歩きさまよって溢れるこの寂しさに染み渡る熱い風、蜃気楼のように揺れる俺の景色、溺れて溺れゆくお前の誘惑、今も誘ってる限界を超えて潰れゆく涙、枯れ果て意識なくしてもこの手手放せず、溢れるこの寂しさに染み渡る熱い風、蜃気楼のように揺れる俺の世界。
苦しむこの孤独さえ吹き飛ばす熱い心、蜃気楼のように回る俺の世界。2曲目歌わせていただくこのジロデイタリーという曲は、戦前あの同盟を組んでたイタリアの歌でございまして、まあイタリア国内を一周する自転車レースの歌で日本人に優勝してほしいと思って願いを込めて作らせていただきました。ジロデイタリーという曲でございます。よろしくお願い申し上げます。ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、ちっぽけな僕、生まれ変わるため自転車にかけ、世界を目指すレイクプレスランニング、スクワット痛む体こらえて進め、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、あなたのために生まれ変わりたい、坂道トレーニング、辛くても逃げる気持ちこらえて進め、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、自転車レース、世界の最高峰、今日もトレーニング世界一目指して、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、ジロデイタリーヒーイタリーヒーイタリーヒー、
どうもありがとうございました。はい、それでは続きまして甲州あゆみさんです。甲州さん、はい、こんばんは。はい、どうもこんばんは。先日はどうも遠いところ、また台風の方まに前の日で雨がね、降ってる中、森山までいただいて、はい、もう本当にありがとうございました。ありがとうございました。私も呼んでいただいて、はい、台風でもどこでも行きますよ。ありがとうございます。本当に嬉しかった。ちっちゃな車で行きました。ありがとうございます。吹き飛ばされんと。でも良かったですね、あの発表会、はい、私、はい、あゆみさんの新曲、ね、発表会ということで、はい、で5年もう4年経たれたんですね。その初めて CD デビューして、今年で丸、平成14年の秋に CD、丸3年です。3年、はい、ね、丸3年です。ちょうどあの場所で私見てて、自分が8年前のことを思い出しました、はい、でね、ちょっと言ったと思うんですけども、その時はロボットみたいで右足と左足と揃えて出てた自分は、うん、石山先生がそうおっしゃってました ね。でもそんな、あの、うん、北さんみたいなベテランな方が、いや全然、いや、あの、そんな時あったんかなって、ありましたよ。私みんなからロボットや言われて、うん、少しだけ人間になったみたいな。でもよかったね、うん、ありがとうございます。あの皆さんからね、あのこんな温かい発表会は見たことないって、うん、で、まあ、の甲州さんの人柄が出た発表会やったね、よかった ねっていうことをお言葉いただいて、うん、まあ、皆さんからたくさんの花束とご祝儀いただいて、ね、まあ、本当に嬉しかったです ね。お土産も私、おいしいお弁当もいただいて、ありがとうございます。よかったです、はい、本当に行ってね、もうこうしてなんかファンの方がね、とっても温かいんですよ、ね、本当に、うん、あの花束本当にたくさんいただいて、うん、もうね、もう本当に、ね、よかったです。びっくりしました、ね、でも嬉しかったです。ねえ、はい、あの北原美玲さんからも電報届いてたし、はい、あの美玲さんから、うん、私の大好きな、もう本当に、ね、大先輩、大先輩の北原美玲さんから祝電いただいて、ね、あくる日もどうだったっていう お電話いただいて、ね、もう本当に嬉しいです、ね、頑張っていただきませんね、はいはいはい、今日はね、北原美玲さんの涙のラブソングから歌っていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。「いろんな色して」
私を連れてく。なくしたなくした君に滲んだ愛に思い出重ね、今夜も歌うの涙のラブソング。一度外した指輪をまたはめて、あなたの女よ、今でも今でも私、窓口を風に Don't go。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。久しぶりに歌わせていただきました。次に歌わせていただきます歌は、7月の26日に、全国 CD デビューいたしました大阪チャチャチャでございます。どうかお聞きください。こんな夜はほっといて、誘う目で見て、優しい言葉に揺れてきたら踊りたくなるの。重ねた恋の涙だってグラスにそっと飛んで、一息に初めて大阪チャチャチャ気がつくの。ひどく丈夫でも嘘に聞こえるわ、危ない女に変わるわよ。愛の言葉踊りたくなるの。描いた夢の雫だってグラスにそっと吹き込んで、一息に初めて大阪チャチャチャ気がつくの。ひどく上手でも指が震えてる、グレンのこの覚悟してどくどく上手でも
嘘に聞こえるわ。優しい女が危ない女に、未練の女に変わるわよ。だからチャ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 。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。これからもチャチャと、はいはい、ちゃっちゃっちゃっ頑張ります、はい、頑張ってください、はいはい、でもね、はい、5年10年、はい、これから、はい、どんどん歌ってこの歌を頑張ってください、はいはい、ますます勉強、ね、させていただいて、しし少しでも上手くなるよう努力します。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。甲州あゆみさんでした。はい、はい、それでは続きまして蘭かおりさんお呼びしたいと思います。かおりちゃん、はい、はい、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。よろしくお願いします。ね、あ、お久しぶりって、この間ね、そうですね、甲州さんの時に一緒に。はい、あ、でもここはね、1ヶ月ぶりね、はい、また違うネイルや。そうなんです。少しちょっと秋バージョンで、バラの花が描いて、ね、遠いから見えないかもしれませんが、手書きでバラを描いていただきました。バラ。はい。こっちはまた色違いや。そうなんです。全部ね、すごいね。はい。撮るのがもったいないな。でももうね、先月来てなかったもう1ヶ月になるんで買えます。うわ、すごいな、はい、綺麗な。1ヶ月の間に何か行ったり、なんかしてた、ね、ゴルフぐらいです。ゴルフ、おとついのゴルフがもう最悪ですよ。木枯らしが吹いて、が吹いて寒かったですもんね。そうなんです。そこまで寒くなると思ってないんで ね、うん、防寒対策していっとけばね、もう大丈夫なんですけどね、うん、真冬でしたね。まあ、冬もゴルフやるの？やります。あ、本当。でもその時はまあ防寒対策していくじゃないですか、うん、でも今回そこまでしてないんで、ね、ベテランです。いや全然違いますよ。ゴルフは私は初心者やから。いやいやいや、ね、最近少しちょっと行くよく行く。それまではあんまりね、今度一緒に行きましょう。はい、絶対に誘ってください。私はこの間の台風の時23日、はい、あゆみさんの翌日がゴルフやったんです。コンペやったんですけども、はい、ね、中止になりました。最悪ですよ ね、商品いっぱい頼んでるって言ってたんですよ ね、もうサンダの牛肉を商品でやってたんですけども ね、もったいなかった。食べました。私は食べてませんけど、実家に持って行ったり子供に持って行ったり、もったいなかったです ね、美味しい牛肉 A5 っていうランクのお肉なんですよでもね、いいですよ、仕方ないですからね。でも良かったです、ね、あの次の日に25日にまた違うところへ行かせていただいて。でも今ちょっとね、私もこの前行った時もですけど、台風の影響ですごいですね。私も2ホールできなかったんですけど、すごい ね、こんな木が崩れとかすごかったですよね。もうカートに乗って行ってたら、もう木があちこちひっくり返ってるんです、ね、もう下はジュクジュクやし、ね、こんなになるんかなって思うのね。そう、やっぱりすごい台風やったです ね。で、私とこお家はね、大和川に、まあうち高いから大丈夫なんですけど、大和川の近くなんです。そしたら、あの、回ってました夜、避難してください、あ、ここの地区の方、避難してください、避難してくださいってね、もうずっと回ってね、ね、はい、あの避難勧告結構出てましたね、はい、私の家の近くも。そうなんです、うん、でもあんな夜中に言われてもね、ですよね、夜に避難する方が、まあ、私10階に住んでるんで大丈夫なんですけどうち実家はお父さんたちは多分すぐ飛んできますね、うち ね、はい、あ、でも怖かった ね、家揺れましたもん。あ、そうですか。家揺れた、ちっちゃな家やからかも。いやいや、でも本当に怖いね、自然のね、やっぱり災害っていうのはもう、ね、どうしようもない、ね、うん、でも今回はいろいろあります。ありましたね。3月に火事も私、うん、台風も来てるし、結構なんか今年はいろんなことにあってますあと2ヶ月やから頑張りましょう、はいはい、もう何もないように、ね、はいはい、頑張って、はい、ね、では歌っていただきます、はい、私だけ見つめて。お願いします。お願いします。この頃いい日
嘘です、そんなこと、ただの噂だと心に言い聞かせ、生きる女です、私だけを、私だけを、私だけ見つめほしいのよ。あなたが最初で最後の一言、思ってる、決めている女の生きがい、あなたの眼差しに嘘の匂いなど少しもないけれど、私心配、私だけを、私だけを、私だけ見つめてほしいのよ。その優しさも移り気な人などに取られたくないの、女は一筋の恋に生きるもの、抱いていたから、私だけを、私だけを、私だけ見つめてほしいのよ。ありがとうございました、ちょっと少し風邪をね引いてまして、本当に鼻声で申し訳ないと思っているんですが、今日は次の歌は、うちのお店のお客さんでもあり私のことを応援してくださっている浦田さんって方がね、徳島県出身なんです。それでちょっとお店で徳島の歌をね結構みんなで覚えてまして、で今年と去年といい徳島のね、鳴門海峡を渡ってもう 4,5 回行ってるんです。それで今日は浦田さんの、出身の徳島県の歌を歌わせていただきます。徳島空港を聴いてください。
お前と僕の幸せ聞いていただきました。そうですね、今日はフルで歌えた、ね、はいはい、ではまた来月楽しみに待ってます、はいはい、ありがとうございます。蘭香織さんでした。はい、それでは続きまして熊取明さんお呼びしたいと思います。熊さん、はい、こんにちは、はい、こんばんは。早いですね、1ヶ月、はい、ね、ね、はい、あの曲をもう2ヶ月前からちょっと、ね、歌いかけられて、あんまり歌ってなかったんですけど、ね、そう言って、あのたまたま7月に、はい、ダムに入ったよというその連絡が入りましてね、はい、ほんで、ああこれはもうあの歌わないかなと思いましたね。はい、あの歌わせてもらってますけども、はい、ちょっとお相手がね違うんですけれども、もともとね、はい、梅田玉姫殿のブライダルコーディネーターをしたはった、はい、セスコ・シャルマンさんがね、はい、いたはって、でその人が生からで歌ったはって、であとカップリング曲言うのでね、で僕に歌ってほしいということ で、はい、でまああんまり前に立って歌うの嫌やから断ってましたけどね。熊取屋さんがこの曲でデビューですか？いやいや、他も歌ってらしたんですか？いや、あのデビューってそんなあのあれなしにね、ただ歌ってくれへんかっていうので、パートナーで、うん、でそれが一旦断りましたね。はい、作家の、奥村秀夫先生がね、お亡くなりになった、うん、歌たりいやって感じ、歌たりいや言うて、いうのでほんだらまあ歌わせてもらうかっていうのでね、で歌わせてもらってんけども、はい、あの方その先に進みはるので、はい、ずっとあの先進みはって僕を追っかかってほんで悪いけどちょっとね、予定が合わないので言って断ってましたね、はい、ずっとそれがもう、7年8年で入って、あ、で入ったよ、おばちゃん入ったよ、やっぱり歌ってどこかでみんな歌ってはったんでしょうね。うん、誰かと歌ってはってるんですけども、ね、そうですね、はい、ほんでこの前、先週の日曜日ぐらいに、奥村秀夫先生の7回忌がありましてね、はい、でたまたま私が行ったら、受付にいたはりましてね、節子さんが、節子さんが、いやいやいや久しぶりやな、時間に全然変わってないなと、お互いにね、今日来て欲しかったですね、うん、なんか7年も8年も、会ってないのに
全然変わってなかったんで、うん、はい、今も歌ってらっしゃるんでしょうね。今もあの、まあ、新しい歌をね出してはるので、あの歌ってはるんやけども、まあ、あのキャンペーン行ったらね、はい、あの多分あの歌ってはると思いますけど、はい、またぜひねここにも来ていただければと思います。はい、ね、あのまあ、あのいい歌ですのでよろしくお願いいたします。はい、今日は節子さんの代わりにみーさんが一緒に歌ってくださいます。はい、はい、それではみーさん、はい、よろしくお願いします。はい、ハーバーレイン歌っていただきます。はい、それじゃないか。港神戸に降る雨が二人の距離を近づけるのさ。もう少しここで語る言葉は少ないけれど、少しずつ少しずつ確かなものが心に積もる。悲しい過去は置き去りにして、会えた奇跡を心に刻む。悲しみを流しておくれハーバーレイン。悲しみを悲しみを流しておくれハーバーレイン。それでは2曲目ですけれども、小倉圭さんと、大川栄作さんが、一緒になって和製、ミュージカルをやった時の挿入歌で、
綾の鉄麦、小糸麦のがありましてね、でこれは僕の、仲良かった、編曲の川村先生が、編曲やったもんでね、なかなか曲としてはいい曲と思いますので、皆さん、歌ってあげてください。よろしくお願いいたします。詰めて張り詰めすぎた恋の糸の断ち切れそうな恐れ逃れて遥か南の年頃里に抱かれています。あなた歌う心変わらず姿浮かべて織り染めました。綾の鉄麦、藍色く深く綾の糸のこだわりさやか伊達に祈りよ横に誓いよ織りなすほどに絵も浮かびます。あなたしたい形こつれぬ色あせぬ愛を織り込みました。12月もまた大会がありますのでよろしくお願いします。はい、それでは続きましてみーさんお呼びしたいと思います。
みーさん、こんばんは、はいはい、こんばんは、よろしくお願いします、はい、先ほどはどうも、はい、お疲れ様でした。はい、ね、元気、はい、まあ、元気ですね、はい、でもあの19日ですね、はい、19日にあの5周年のライブが控えているということで、はいはいはい、今回も今準備の真っ最中ですね。はい、あとプログラムもできて、うん、はい、もうメンバー皆さん、はい、結構集まってくださってね、はい、5周年どうです？5年経って5年経って、うん、なんかあっという間になんか来ちゃったかなっていう感じなんですけどね、はい、本当もう、はい、みーさん確か東京の人、はい、埼玉県は川口出身なんですけど、あ、本当、はい、あ、それで標準語を使うんですね。ね、関西弁はまだちょっとあんまりよく分かってないけど、教えてあげますよ、はい、私が。ぜひよろしくお願いします、ね、はいはい、あの東京の言葉はあまり苦手ですけども、はいはい、どうしてあれ、はい、東京から大阪に、あの歌手っていうか曲があって、それ歌ってくれる方を探してるっていうのから始まりで、それで、まあ、大阪の方だったからその大阪来いって言われて、それで大阪に、はい、来させていただいて、あ、それからもう大阪にずっと、はい、はい、そうですね、最初は行き来してたんですけど、うん、はい、でもこれからずっと大阪に根を張って行く予定ですか？あ、そうですね、はい、はい、頑張りたいと思います、ね、はい、それではね、今日も歌っていただきましょう、はい、白黒の万華鏡から、はい、はい、よろしくお願いします。
心に響く恋の歌はいつか覚えたメロディー思い出たちが遠ざかる水平線の船のようふらふら揺れる人生模様くるんだ瞳に映し出すそう白黒の隠れた万華鏡ほら白黒の万華鏡中君ちなんですけど私の歌を歌ってくれる方が初めているんですよね。とてもすごく嬉しいです。本当ありがとうございます。続きましてはカップリングの曲で雨は止まないけど聴いてください。よろしくお願いします。
私もその時よろしくお願いいたします。はい、みーさんでした。ありがとうございました。はい、それでは続きまして柚木美香さんお呼びしたいと思います。美香さん、はい、こんばんは。お久しぶりです。一月早いですね。1ヶ月早いですね。終われたかったね。本当にもう行楽の季節ですけど、どっか行って行きません。行ってません。カラオケ屋さんカラオケに旅行呼んでくれはるんですよ、あの友達がね。あ、本当一緒に行こう。いいね。宣伝行けるときは行かせてもらってます。カラオケボックスで歌いまくるんですか。ボックスじゃないですけど、ね、カラオケのお店に、うん、そうそうそう。あ、カラオケ喫茶、うん、キャンペーンみたいな、ね、いやいや、キャンペーンじゃないけど遊びに行ったりキャンペーンに行ったり、ね、いろいろやけどね、うん、やっぱりそんなとこに行ったら、うん、美香さんのシャゴマやらの歌ってくれてはるんやろね。そこないだね。ね、うん、93歳の人。93歳。新車買いました。乗れるんですか。まあ乗れますよ。ほんま。その代わりあの認知症検査とかね、ちょっとありますけど。乗れますの。乗れますよ。うん、しっかりしてはって。後ろに持たれて、うん、取ってくれ。大丈夫ですよ。うん、それは。ね、あの終わってから。呼びはるから、ね、ノートにびっしりと書いてあるんです。歌おここはこう歌う、あここはこう。93ですよ。すごいすごい。怠けてられへん。もうそれは怠けてられへん怠けてたらいいか怠けてられへんな、うん、言うて書いてきたんですけどね、うん、あのやっぱり歌やってはる人は若いです。あ、そうですね。声を出さはるから、うん、本当に声が出てるんですよね。うん、もう声を出すからもう10歳ぐらいは20歳ぐらい若く見えると思うんですよ。年、ね、言わんかったら、うん、70歳ぐらいね。美香さんも38歳ぐらいで、うんね、負けといてもらおう。ちょっと私もように似たもんです、はい、ね、頑張って。でもね、やっぱり歌うっていうことはあの素敵なことなんですよ。そうですね。カラオケのお店に行ってどんどん歌ってもらいましょう。そうですね。もうその以前に、うん、あの一遍男の人がね、あなたいい仕事してるねって言われたんですよ。定年ないもんね。定年ありませんもん。なんでって私聞いて、うん、大阪弁で。なんで。やっぱ人に喜んでもらえるし。そうや。いつまでも死ぬまで歌ってや。ね、はい。ね。嬉しい話でございます。ね、嬉しい。もうその人がまたよそ行って歌ってくださるから、うん、ね。そう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 。
美香さんがいかんでもその人が歌ってくれはるから、うん、おっちゃん歌ってやって言うんです ね, ね, ううですよ。おっちゃんって言うとね、おっちゃん歌ってやって歌ってね、歌うぜって言うてはる場合、うん、今日はその歌から入ってもらいましょうかね、はい、それでは、はい、えどちらからかな、あ夢の向こうへから、そうね、ね、夢の向こうへと女飛車ごま、はいはい、歌っていただきます。はい、はい、では、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。胸のボタンを深く開けて、華やぐ街を歩きましょう。風も南に向きを変えて、靴の音を弾む踊り続ける、魔性のダンサー、星になるまで怪しく悲しく美しく思いを乗せて羽ばたいてゆく。夢の扉の鍵を壊し、おとぎ話の恋によって甘いリズムが肌に染みて、幸せの幕降りるな、踊り続ける、魔性のダンサー、星になるまで怪しく悲しく美しく思いを乗せて羽ばたいてゆく。踊り続ける魔性のダンサー、星になるまで悲しく悲しく美しく思いを乗せて羽ばたいてゆく。夢の向こうへというダンス曲なんですけどね、あの扉の向こうにはどういう国が待ってるんでしょう、国って言うとおかしいけど、あの神秘的な、あの扉の向こうは神秘的な、あの踊り子さん、うん、神秘的言われません踊って、あの踊りながら、あの向こう扉の向こうへ受けていくという歌なんですけれどもね、すいません、うまく喋らなくて、はい、いつもですはい、ありがとうございました。
それでは次は女飛車駒を聞いてくださいませ。今あの将棋ブームでね、あの乗れたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。と言われもするが、勝負心が燃えて立つ、空ゆく風に腰を乗せて、その駒いただき飛ばす女の飛車駒は、大手大手の指標は手ごわい怖い、うあいしあぬに揺れもする、立てよこますね、味方につけて、その駒いただきます。飛ばす女の飛車駒は、心預けた守りの、番長ひとつ、丸めがちして笑いたい、本性よりも強さに惚れて、その駒いただき飛ばす女の飛車の駒は、明日へ行く手の明るいの、ありがとうございました。はい、ゆずきみかさん、ありがとうございました。また来月も
よろしくお願いします。はい。はい、それでは続きまして北陽子の番がやってまいりました。今日はベテランの方から新しい方までそれぞれ歩んでこられた年月ね、思い返されてるんじゃないかななんて思っております。私も8年が経ちました。本当に無我夢中でやってきて皆さんに支えていただいて今日があるなと思います。その間にはやっぱりきつい風も台風のようなきつい風はなかったですけれども、それでも風がいろんな風が吹きます。優しい風ね、ちょっとは厳しい風も吹きます。その時でもやっぱり頑張っていこう、周りにいてくださる皆さんのおかげで今日があるなというふうに思ってます。今日はその風をテーマにした歌です。まあ皆様もそれぞれいろんな風がその時々吹いたと思うんですけれども、それを重ねて思い出しながら聴いていただければと思います。風が盗んださようなら、どうぞ聴いてください。別れの朝が来ましたね。野の花摘んで会えましょう。スミレとレンゲ束ねます。写真を撮りましょう。思い出にさよなら、さよなら、さよなら、ふるさと思いやり。愛していますと言っちゃいけない。風が盗んださよなら。無人駅には人もなく、涙を隠す場所がある。ハンカチそっと出しましょう。汽笛が遠くなりました。濡らしたベンチで空を見て、さよなら、さよなら、さよなら、微笑み思いやり。寂しくなるわと言っちゃいけない。風が盗んださよなら。写真を撮りましょう。
思い出にさよならさよならさよなら、ふるさと思いやり、愛していますと言っちゃいけない、風が盗んださよなら、ありがとうございます。風が盗んださようなら聞いていただきました。本当にいろんなお仕事をさせていただいて、この頃よく思うことは、歌を一生懸命歌ってたら、なんか自分も優しい気持ちがどんどん歌を歌うことで芽生えてくるなと思います。今日もこの歌を歌いますが、いろんな方にお世話になって、あ、諦めないでよかった、幸せっていうのはいつか遠い先になってから、あの時よかったなとか思うんじゃないかなって思います。では最後にあなたに贈る愛の歌聴いてください。一人じゃ何にもできないことに思い悩んだ明日への道、日もあるけれど、夢を求めた戦いの日々、歌は私の心の支え、スポットライト私を包む、夢を叶えて立ってる舞台、想い溢れてこぼれる涙、
はい、ありがとうございます。あなたに贈る愛の歌、歌わせていただきました。はい、それでは時間もね、最後になりまして、レギュラー歌手の新庄さんお呼びしたいと思います。最後になりました。今日はもう、はい、どうも皆さんお疲れ様でございました、ね、ありがとうございます。またこの歌を東京、今日は歌っていただいて、今日は屋敷隆司さんの東京をね、はい、歌っていただいて、はい、お願いします。歌わせていただきます。よろしくお願いします。はい、それでは最後ビシッと締めていただきます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、東京です。聞いてください。あんたとならいつ死んでも構わへん、忘れないで、そんな女いたことを、いやいやか、そらさえも冷たい色やけど、あたしが本気で惚れた人、そう生まれた街やから、愛しさも憎しみも全て全てぎっと抱きしめ、祈るように今日も日が灯る東京。夢だけ見て生きてるようなあんた方、私待つことにも慣れてたよ、死んだ風の中、あたよせ暮らしたね、誰にも似てへん人やけど、本物の愛をくれた、悲しくて悔しくて泣いて泣いてばかりいたけど、かけがえのない人に会えた東京。痛いほど好きなのに、なんでなんで別れたんやろう、今もまも胸の奥揺れる東京。悲しくて悔しくて泣いてばかりいたけど、かけがえのない人に会えた東京。ありがとうございました。東京聴いていただきました。今度は私のオリジナル曲です。
芸能生活20年記念版に作っていただきましたオリジナル曲男の夢市場、もう一曲お付き合いしてください。よろしくお願いします。死んでいただけましたでしょうか。これから寒くなりますのでね、ま、懲りずに来てください。お願いいたします。どうも寒くなりますから、風邪などひかれませんように、はい、
また今度は12月6日ですかね。12月6日です ね、まあ、これからあの日ごと寒くなりますけれども、はい、お体には十分気をつけて、はい、また元気な顔を見せていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様です。